歌川広重、名所江戸百景に描かれた亀戸の斎堂。西大島駅に近い羅漢寺の傍らにあったが、安政地震により倒壊してしまった。サザエ堂は、江戸時代後期の東北から関東地方にかけて見られた、得意な建築様式の仏堂である。道内は、螺旋構造の回廊となっており、順路に沿って33観音や100観音などが、 配置され、道内を進むだけで巡礼が叶うような構造となっている。仏教の礼法である右に三層に基づいて、右回りに三回巡ることで参拝できるようになっていることから、本来は三層道というが、螺旋構造や外観がサザエに似ていることから通称で、サザエ道、サザエ道などと呼ばれる。葛飾北斎の 富岳三十六計五百羅漢寺佐在道武州本所、五つ目にあったら漢字の三宗堂が最初とされる。成立年については、新編武蔵風土紀行には、三宗堂は商船が発案し、清備が志を継いで完成させたとあり、江戸名所図絵には、漢方元年に完成とあるが、江戸を漠前札岐などには、坂屋佐が志を継いで、安永九年。 1780年に完成とあり、資料に折りぶれがある。この羅漢寺山層道は山層構造で各層に、それぞれ西国札書観音、万道札書観音、秩父札書観音の合計100観音が安置されており、道内のスロープを右回りに登っていき、下りは別の階段で降りる構造になっていたと考えられる。100観音を安置する道は当時左官であった。 関音札所の巡礼を道内巡拝をもって変えたもので、他にも例はあったが、いずれも単層で、右尿三層の思想を具現化した建築様式は、羅漢寺三層堂が初めてであった。この堂は、葛飾北斎や歌川広重が、西絵に描くほどの人気を博し、江戸名所旧石繁家の千鳥組番符では、前頭四枚目に挙げられ、その構造より、サザエ堂と、 続称された。西家から内部は三層でありながら外観は二層で、下層は片五軒、上層は片三軒で法行屋根、最上層には四方に縁を回し周囲の景色を見渡せたことがわかる。この建築様式が江戸名所杖に、後世に、三層堂の模範となるとあるように、 東日本各地に電波をしたと考えられる。ラカンジ山騒動は、安政江戸地震で大破した後、1875年、頃に取り壊され、再建も計画されたが実現にしなかった。安置されていた仏像は地金屋に売り払われたが、高村幸運は五体の仏像を救い出したと、解雇している。旧正宗寺園通山騒動フォーマー書祖寺園通。 酸素度二重螺旋構造のシャロを持つ得意な建物として知られる。福島県合津若松市の白虎体の墓所のある飯森山の中原に立つ。通称は合津サザエ道もしくは単にサザエ道で、正式名称は円通酸素道という平面六角形の得意な建物である。おおむね酸素構造と言えるが、内部には二重螺旋構造のシャロが続き、 右回りに登る車路と左回りに降りる車路が別々に存在する。入口から車路を最上階まで登り、他者とすれ違うことなく、別の車路を降りて出口から出ることができる。かつてこの地にあった正宗寺の仏道として、江戸時代後期の完成8年に、当時の住職であった幾道が建立したものである。当時は、阿弥陀如来を本尊とし、 シャロには33観音像が安置されていたという。神仏根高の信仰形態を持っていた正宗寺ネジは、明治初期の廃仏希釈で廃寺となり、以後、サザエ堂は、個人の所有となっている。また、道内にあった33観音像はよそへ移され、代わりに、校長24校の額が取り付けられている。平面は一辺3.4メートルの六角形で、 道内中央部に六本の通し柱を建てる。側柱も六本の通し柱で、中央柱との間には、つなぎ針を渡す。屋根は、銅板武器とし、正面入口には、東波符作りの後輩を設ける。最上部の天井は折り、上げ鏡天井とする。同名の銅はよそにもあるが、旧正宗寺山荘道のような、 得意な内部構造を持った銅は他に知られず、けうな例として平成7年6月27日付で国の重要文化財に指定された。なお、二重螺旋構造を有する近代以前の建築物としては、世界では他にフランスの世界遺産であるシャンボール城内部のレオナルド・ダ・ヴィンチの設計とも伝えられる二重螺旋階段が知られている。これが、 乱書に掲載され、巡り巡って、会津地方まで伝わったのではないかという説もあるが、物証はなく定かではない。ありがとうございます。